はい、レトルトカレーマニアユッキーです。今回食べるのは、SB 食品の美味しいカレーの大辛です。15種類の野菜と果実たっぷり 83g 相当。野菜量 10% アップ。すりおろし野菜のコクとガラムマサラの辛さ。たっぷりの炒め玉ねぎとすりおろし野菜の深いコク、素材の美味しさとガラムマサラの深い香りと辛さの調和にこだわり抜いたビーフカレーです。これもビーフカレーらしいですね。ほほー。ビーフカレーと。ビーフカレーか。よし。それでは。いただきまーす。うん。あ、美味しい。あ、野菜が、あれですね。うん。大辛ってなってるけど、全然辛くないな。うん。むしろこの野菜の甘みがあるね。あ、うまい。あ、これ美味しいわ。これうまいね。ただビーフ感はないですね。うん。ビーフカレーって書いてあるけど、全然ビーフしてない。偽ビーフカレーだ。でもうまいですね。なんかこれ値段が100円です。うん。うん。うん、美味しい。うん。美味しいですね。野菜の甘め。野菜の甘みがしっかり出てる。うん。ただ、大辛って書いてあるくせに、全然辛くないですね。うん。これ、野菜の甘みがあるから、それでマイルドになってるんちゃう？辛くなくなってるのちゃうかな。うん。でも美味しいっすね、これは。なんか、給食のカレーみたい。うん。給食に出てきたカレーライスみたいな味する。うん。うまい。これは昔懐かしの給食のカレーのを彷彿とさせる。甘口の。うん。うん。もっと辛かったら美味しかったかもしれないけど、まあ。こういう甘いのもまあ、いいでしょう。うん。これ4つ星。ご視聴ありがとうございました。